やばくない？こんにちは、渋青さん初見ありがとうございます。こんにちは、サンゴちゃんビギナー、こんにちは。ゆりさんビギナー、こんにちは、ありがとうございます。トゥーフーさんビギナー、ショコリさんのショコの方ですね今日はお話し会です、よろしくお願いします。お話し会よろしくね。よし、久々な気がする。お話し会、前髪が変だけど、帰ってんの？チューン。え、今日撮ってると思って楽しみにしてたのになかった。つら。それはつら。つらみーっていうか今日一重。昔の目みたいじゃないですか。こっちはね、割と線が入ってるんだけど、なんか線だけになっちゃった。もうメイクしたら変わるかな。やばいね、やばいよね。これはむくんでんのかどうかもわかんない。最近テープしてないから。松葉も落ちてきてるし、こういう感じで目かゆやばい、やばくない、ここがやばみですこんにちは、メイクします。今日は思ったより早くできた気がする。早めの時間で、違う、遅めの時間で、いつもと変わらずぐらいできた気がしますが、メイクをやっていきます。何色？何色？ああ、なんかアイライン他の色も持ってくればよかった。すぐ出ないわ。誕生日一緒なので応援させてもらってます。おめでとうございました。来年は一緒に祝いましょう。ああ、他のアイライナーの色持ってくればよかった。ちょっと今からは大変だから。めっちゃ黒目でかく見える、こうしたら雪葉さん、鳥ありがとうございます。メイクします。今日はジェルの下地を使いますよ。よいしょ、青みすご。その前に髪の毛が抜ける。その前にリップを塗る。リップ、私のお気に入りリップ、こちら、こちらです。森ちゃん初見ありがとうございます。漏れてるジルの写真見てありがとうございます。トパンさん、ココナッツありがとうございます。でももうない、もうほぼない。
ちから見たらないちょっと傾いてるからあるよねみたいな。これをやっていきます。最近は朝シャンもするので暑くてね暑すぎて朝シャンもするからもうやりました。スキンケア先生ちゃんマイクありがとうございます。わんこそば髪の毛明るいです。一番明るいです。あれブリーチしてるから。それではメイクしていきます。もうほぼないの残念ながら。こんな感じで出してこれはツヤです。結構ツヤ中にねパール系が入っててツヤになります。ほら一瞬でツヤ肌です。一緒にメイクしましょう。つやつや。つやつやにしていきます。そんなに多分白くはならない。ペイチさんココナッツ。ありがとう。ちょっと明るくなはなってるのかな。こんな感じで顔全体下地を塗りました。今日の髪型はまだ決まってないです。なんとなくは決まってます。ポン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 となじませて感じ。次ファンデーションファンディーションケイト。ファンディーションをぬりぬり。だからいつもよりほらツヤになってるはず。この下地じゃない時より、うん、マジで右目のやる気ないんだけど右目やる気なさすぎでしょ今日。ちょっと待って頑張ってビューラーしようかな。でも別にそういう話じゃないんだろうな。うん、こんな感じでつやつや。
なんかこっちメイクしてる、メイクしてないみたいな目してる。お盆休み入ってる右目。やだー。出しすぎちゃった。まだこんなに余ってる。マツパしたけど、右はねこう一重になりやすいから落ちやすいんですよ。上に乗って、この上の脂肪がね、困っちゃう。感じ、目、今日の夜はさ、絶対にテープして寝ないと明日の撮影会が大変なことになっちゃう。でこ、明日だよね撮影会。ほらまだこんな余ってる。うん、もう塗るとこないよ。うん、まあこんな感じ。濡れた。でクッションで、うん、最近テープしてないです。マツパしてたらね大体落ちないんです。でマツパが落ちてくると落ちてくるんですよね、人に なりがち。続けることが大事。そうなんだよね。うん。こんな感じ。まあ、マツパをしたからってことじゃないけどね。もう何年も何年も頑張ってきた上でマツパしたらちょっと保てるようになったよって感じなので、何年も何年もこれをやめてしまったからこうなってしまった。1日だけじゃね無理よ。1ヶ月とかでもそんなね固定されないんだよな、残念ながら。何年もさ頑張ってきたものがさ、ちょっとやんないだけ、何ヶ月かやんないだけでこうなっちゃうんだから。まあまあまあ、次コンシーラー。こんにちは。コンシーラーいつも鏡に近づくとさ配信に映んなくなる。見えないんだよね、ちょっと遠く置いてるから鏡。
髪が。たしみさん、かわいい。かわいい。ありがとうございます。いろんなところのニキビちゃんを隠していく。ニキビかと思ったらほくろだったりもします。まあこんな、よし、あ、今日リップ塗ってないから、でも薬用しか塗ってないから、ユーピンク塗ってみるね。餅をこんな、こんな感じ、発色。さあ、これがどこまで持っているか。色はこんなです。ルルルタンナさん、鳥居ありがとうございます。友達に引きました、ありがとうございます、よろしくお願いします。次、パウダー。なんかよくさ、眉毛脱色したって言われるんだけど、元はこの色です。元は黒。パウダーをさーっと、さっ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 と塗ります。なんとなく、そしたら眉毛を眉毛を脱色します。これで私は先に脱色した、先に脱色します。カイトさん、星ありがとうございます。すごい、ツヤ、お肌がいい感じで、その間にアイシャドウをやりたいやりたいよ。ボロボロになってたチップを買いました、新しいチップで。アイシャドウ、うわ、どうしようかな。でもちょっと違うアイシャドウにもしてみたい。うん、こっちにしようか。うん、難しい。難しいから涙袋の先、全然見えない。涙袋、なんかもういいか、配信だから見えないのか。ランさん、初見かわいい、ありがとうございます。伊藤さん、星ありがとうございます。したら赤とかちょっと入れてみようかな、久々に。
目の下なんかスポーティー系だから今日は山の日だからスポーティーって気持ちでやってみる。待って今日スポーティー系じゃない、待ってちょっと分かんなくなってきちゃって、今スポーティー系めっちゃ準備してたけどさ違う気がしてきたんだけど、待って19日だったスポーティー系やばい、間違えた、全部間違えた、じゃあ普通のメイクしますスポーティー系はちょっと全部間違えた、勝手にスポーティーだと思ってた、山の日だからあれ山の日にスポーティーにしたっけってなって違う服にします。いやダメだよ、スポーティーはスポーティーのために撮ってくれた方がいるから、アップな、いつも通りのメイクします一旦ちょっと待って焦るんだけど落ち着け、めっちゃスポーティーの準備してた、汗汗、こういうとこだよね、本当に本当にこういうとこ、充電もしてなかったし、汗汗、急に時間なくなるっていうね、焦るよ、じゃあピンクにしてみる、だって家出る時間を計算してここの時間に配信したけど一旦落ち着こうってなってるマイクじゃないメイクをさっさと終わらせて家出るまでの時間に2着でも洋服はいっぱいあるから大丈夫なんですけど、なんか勝手にその決まってるやつ私一式一緒の袋に入れてるんですね、一緒の袋に入れてて次はこの袋だって思ってたから間違えた、完全にやった、でも危ない危ないとこだった、スポーティーで行ってたら19日着るもんなかった、そうセットに入れてる、だから今日はまだ分かんない、間違えた、私はずっとここ何日間かずっとスポーティー系だと思ってたの、うん、準備万端、19日の準備は万端です、激ミスった嫌になっちゃうわ、本当にこういうところあるの、昨日の配信でもそうなの、昨日の配信でも言ってた、私ずっとスポーティーだと思ってた頭の中で、全然違った、よかった、お楽しみにの日で、みんなの感想を聞く日だった、洋服メインじゃなくてみんなの感想がメインの日、洋服メインっていうか洋服注目してっていう感じじゃなくてみんなの感想を聞かせてっていう日、まあ全然それ以外の話でもいいんですけど、すごい新しいチップだと縫いやすいですね、こうするとちょっと二重幅深く見えるんです、これいいね、よし赤とか入れちゃってまあいっか、いいね二重幅ほら深く見えるくないね、アイライン、アイライン黒、じゃあ今度はちょっとアイラインの色変えたいね、
日は。19日も何か入れてた気がするんだよな、話し会の前に。だからこれぐらいの時間なのかな。アイライン、本当にこういうとこが嫌だ、自分のこういうことばっかなんだけど、なんかやばいみたいな。やって準備してたのにギリギリになってしまうんだ。確認しないから。もうね、ほら見て、ここにアイラインを描いてるのに、こう描いてるのに埋まってんの。もう意味ないのこれ。悲しい。もう何でも悲しく思えてきた。そんなまだね、家出たわけじゃないのに、ちゃっちゃか動かないと。まあちょっとまだ時間に余裕あるから大丈夫。もう一歩後でも行けるっていう電車だから大丈夫。くく、次マスカラ。でも12時までは配信したいです。1時間配信したいです。じゃあさ、マスカラ茶色でもいいなって思ってきた。でも何の服にするか分かんないもんな。いや、意外と早めの時間を計画してたから大丈夫な気がする。ちょっと待って、どれぐらいね時間かかるか分かんないんだけど、うん、大丈夫な気がする。マスカラ、黒にした結局ね、分かんないから安定の。決まってないです。てかそのつもりで今日の私服も決めたんです。まあ私服はどうでもいいよね。夜配信します。僕じいさん、バラありがとうございます。眉毛を描きます。いろ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 ずれ込んできた。ちょっと待って、携帯でね、お洋服いろいろ撮ってるんです。だから着たいのとか、だからちょっとそこで考えようね。あ、そうだ、書いてあった、私が着たかった服。8月11日書いてあった、私が着ようと思ってた服が。みんなには公開してないけど、だからそれを出せばいいだけ。完璧。よかった、過去の自分に感謝。まあちょっと他にもなんかいいやつ探そう。これがいいっていうのあるかもしれないから、ちょっとこの時の自分はこうだったかもだけど、まあちょっと一旦
旦探す。いっぱいね、この時よりお洋服増えてるから。めっちゃね、今日ね、アクセサリーまで決めたんだよ、もうすでに。なのに、変えなきゃ。アクセサリーいつも忘れちゃうんだよね、変えるの。まあまあまあ、大丈夫大丈夫です。みんなグッジョブ子、大丈夫子です。眉毛、人生アクシデントだらけですよ、私の人生は。本当になんか、なんでこういうことばっかりなんだって思うよ、自分で。ちゃんと準備しなさいってなるじゃん。準備した上で違うんだよね。だから確認不足、残念。ちゃんと確認しろよって話なんだけど、あるあるすぎるんだよ私の人生。ヘブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。でも一着はもう、ああ、あれいいじゃんって今なった、メモ見て自分の。もう一着は、なんかずっと着たかったのがあるんだけど、ちょっとなんか今日じゃない気もしてきたけど、ちょっと分かりません。それを着るかもしれないし、着ないかもしれない。ヘブンさん、ラブ、ありがとうございます。りすぎない方がいい。ありがとう、みんな優しいね。それがショコの良さだってさ。でも今私の中でもう候補が上がったから、みんなのおかげ。よかったって思ってる。準備がなんか悩まず済むかもしれない。うっかりうっかり、おっちょこちょい、わかんない。眉毛完成、なんて言うんだろうね。ちょっとコーデをちゃんと見てみて決めます。焦る、本当に。でも次の19日の準備はバッチリなんだ。ヘイブンさん、ココナッツ、ありがとうございます。なんならアクセサリーもまとめておいとこう。でも4部と5部は今日は違うと思う。スポーティーデーとかそういう感じじゃないから、4部と5部はバラバラです。特にない。メイク終わった、早い。私ももうあとちょっと、次はチーク、バイト頑張ってきてください。チークを、で、テロハイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。よろしくお願いします。ポーカーの大会行ってきます。すごい、ポーカーの大会なんてあるんだ。勝ち残るとお話し会出れない。でも勝ち残ってほしいね。伊藤さん欲しい、頑張ってください。次ハイライト、
チークはさ、まあいっか、でもそういう感じのあれじゃない。ハイライト。クラブに入る前メイクしたことなかったです。あのなんか小学校低学年とか幼稚園とかでなんか、あーラメ塗りたいとかなんかそういうぐらいはあったけど、なんかこんなちゃんとね、目が大きくなるようにこうしようとか、洋服はこれだからこれしようとか、そういうのはないです。何も力よし、こんなもん。よし、くれないさん星ありがとうございます。何歳？15歳で入りました。15歳で入ったんですよ意外と若くないですか？意外と年齢若くして入ってると思って完成、完成です。イエーイ。今の年齢は言わないよ。今の年齢嘘をつかないでしょ はい、完成です。まあ約30分。今22。意外というか若いですよね。なんか一生キアラが最年少だけど、今のキアラより3つ下って思ったらね。あくしゃみ多め。そうだね、ジョイちゃんの最年少の子たちと同じぐらいかな。で入った。だから下がめっちゃ下だっただけで、意外と下だった。です。よし、終わり。なんかどうしようかな。これ持ってこうかな。ちょっとさ、服装がさ確定してないけど、持ってくものまとめてこう。ご飯食べてない。準備してたら食べてなかった。海鮮でも食べるか。16歳のママ。今日は山の日です。山の日なので海鮮食べます。いただきます。今日は綺麗に切れますように。え、これって綺麗に切れる人いるんですか？ここに焼きましたこれ綺麗に切れる方いるの？ゆうちゃんタコありがとうございます。ボロボロ、ここにもあります。いただきます。
な、黒目、4カゴ、家で食べるのは4カゴ、レッスン場入れたら大変なことになるね。製造終わったってね、びっくり、早いね。うん、ここすごい。ASMR 本当に美味しい。このさ、レモン味は売ってないよね。普通のは売ってるけど。6周年当てないと。普通の方見かけたことない？多分イコラブのやつが終わって見かけるようになりますよ。あ、売ってるんだ。ぜひチェキとかにも応募してください。チョコの、あとはパッケージか、サイン入りパッケージ。サイン入れないでいいからパッケージ欲しいな。でも40個残ってる、すごいね。これ賞味期限11月だから大丈夫だね。1日1個食べましょう。ちょっと綺麗に焼けた？これさ、下を切った方がいいのかな。これ上だとさ、イコールラブ限定パッケージっていうのがさ切れちゃうじゃないですか。下は、でもこれハート可愛いけど、まあ上にもあるから下切った方が可愛い気がする、可愛く残せる気がする。足切れちゃう、足はない。あ、これ全員だからか。ここあ、
みんな裏を切るんだね。まあ確かに。このエビは花ちゃんが考えたやつじゃないです。このエビね。このエビは元々のエビせんのやつです。レモンとか書いたのかな。この子はね、花ちゃん書いたってわかるよね。このエビせんとかも多分元々のやつ。エビちゃんもね。カイトさん、うまっ、ありがとうございます。配置とか アロエはセブンで売ってます。くれないさん、欲しい、ありがとうございます。でもなんかお店によって本当に探したけどね、何軒目もなかった。味噌菌再販食べてみたいな。おむちゃん、もうなくなっちゃった。ティッシュ、あ、届かない。味噌菌完売だった。さすがだね。さすがすぎる。麺はあんま食べないです。差し入れとかで、差し入れケータリングとかに置いてあって美味しそうなやつとかあったら食べたりします。そんなみんな味噌菌食べたい、味噌菌食べてみたい。こんななんかみんな美味しいって言ってるから食べてみたいなっていうのあるけど、そんななんか探し回ってはない。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ホワイさん、ま、ありがとうございます。お水は今ここにない。まあもうちょっとで終わっちゃうから後で飲みます。喉大丈夫です。喉元気。え、本当に1日目2日目が一番喉痛かった。今は鼻が詰まってるくらい。口開いちゃう、口呼吸になっちゃうぐらい。のみさん可愛い、ありがとうございます。1日目2日目は本当にもう喉が痛くて、もうエアコンエアコンってなってた。チョコよく口開いてない。口開いてるよ、よく開いてます。
真剣になると口開いちゃうし、基本口呼吸だから口開いてます。ヘイブさん、マイクありがとうございます。また口開いてる人は、口開いてる人じゃなく口乾いてる人はいびきかいてる。いびきはかいてるねって言われたことないかも。乾いてはないのかな。鼻呼吸になりたいって思う時あるんだけどね。そんなもう昔から思ってるけど無理、無意識のことだから無理。本当に無理なんだよね。なんか意識すればするほど呼吸できなくなっちゃうの。まぶた落ちる。おやすみなさい。だからもう諦めてる。何回も挑戦したけどなんかもうってなっちゃうから諦めた。美味しすぎた。海老せん、海老せん、海老せん、ゆのすけさん、イエイ、ありがとうございます。今日のお昼何食べよう、何食べようかな。ありそうなんだよな現場にね。お腹空きますよ。後で食べる時間があったら食べます。なかったらお話し会のところで食べます。最近スイッチで遊んでますよ。今の日です。ぜひ神奈川県の山登り大岡、知らない方ゲットしてください。私が表紙です。山登り大岡、神奈川県の山登り&ハイキング、ゆのすけさん、キュン、キュンキュン、ありがとうございます。ぜひ今日のどっかで投稿しようかな。リサの誕生日もまだ投稿してなかった。写真決まってんのに。でもダメ、今日の準備が終わってから。登りも後でツイートできたらいいなと思ってます。思ってるだけです。ゆのすけさん、メイクありがとうございます。誕生日プレゼントはだいたいなんかおごり合うことが多いんだけど、誕生日近すぎて多分結局結局なんかじゃあこれ誕生日分ね、あじゃあこれ誕生日分ねってなる感じだと思います。ゆのすけさん、かわいい、ありがとうございます。うんってってなるかと。のすけさん、食べれた、ありがとうございます。みんなから1個プレゼント制度もなくなった。
うん、なんか、うん、あってもなかった。うん、そっからプレゼント、なんかそういう話だったからプレゼントをやめてたんだけど、気づいたらなんかただあげてないだけになっちゃった。でもなんか、瞳はご飯を奢ってくれました。瞳と焼肉に行きました前に。なんかそういう感じだと思う。もうご飯行って奢るみたいな。と思いますね。まあなんかその時タイミングが合えばタイミングが合えばです。瞳はめっちゃタイミングあったから、めちゃめちゃ。58分になったらランキング読みますね。もうちょっとだけど、なんか昼間の方が人多いですね。ありがとうございます。お盆だからかな、わかんないけど、今日も夜できたらやります。お盆休みの皆さんは休んで、いっぱい休んで、いっぱい楽しんでください。夏を。今日はお話し会よろしくお願いします。ミルさんかわいい、ありがとうございます。祖母の家に来てます。いいですね。髪型分けてんの好き。でも今日の髪型はまだ決まってないです。メイク好き？何が違うんだろう。焦って、やっぱツヤがいいのかな。ジル渋滞やばい。やだね。コニファーにライブ見に行こうね。お話久々だから楽しみです。私も楽しみです。車は好きじゃないというか知らないです。車はあんまり詳しくないです。あんまりっていうか全然詳しくないです。日産、そうだね、日産だね。お、はじめましてお願いします。お願いします。こちらこそ楽しみにしてます。いっぱい話しましょう。いろんな感想を聞かせてください。お願いします。やばい、もうなるねランキング読みますね。久しぶりだからよろしくね、よろしくね。話し会自体久々だから嬉しい、楽しみ。おむちゃんキュッキュン、ありがとうございます。ランキング見ます。13位、カイトさん。12位、イトパンさん。11位、デルファイさん。10位、ユウノスケさん。
9位豆助さん、8位船右衛門さん、んなんか変わったね、13位糸パンさん、12位デルファイさん、11位ゆうのすけさん、10位人生じいちゃん、9位豆助さん、8位船右衛門さん、7位セータさん、6位ルルルタンナさん、5位伊藤さん、4位タシミさん、3位 Y さん、2位ヘイブンさん、1位クロノさんです。ありがとうございます。2列目、カイトさん、ユキハさん、ユウちゃん、ココさん、ミユラーさん、トーリリスさん、コロジーさん、ヒッキーさん、メリダさん、ヤマニャンさん、ウンソムさん、タークン、ハラディさん、ファインゴールさん、チビタンクさん、セナさん、マチオカさん、チュルギさん、トレーサーさん、アオちゃん、タカヒロンリーさん、シンヤさんです。ありがとうございます。3041人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。今日は久々のお話し会です。山の日いっぱいお話ししましょう。いろんなイベントの感想を聞かせてください。いっぱいあったと思うので楽しみにしてます。みんなとお話しできるのと、今日も夜に多分配信するので遊びに来てください。今日のお洋服髪型お楽しみにありがとうございました。感謝、バイバーイ。ありがとうございました。また後でお会いしましょう。